今日私の講義タイトルの副題にもつけたんですけれども、えー、まさにイノベーションになるのではないかと考えています、えー、イノベーションって何だろうとか、えー、本当かなとかっていう人はですね是非最後まで聞いてみてください、えー、きっとわかったとか本当だというふうになると思います東京農業大学北海道法津キャンパス 自然資源経営学科で教えている佐々木です。今日はですね、野生動物の価値は0円、見えない価値の見える化、生態系サービスによる地域イノベーションというテーマでお話をします。まずはじめに、副題に入っている用語から整理していきたいなと思います。まず、イノベーションです。イノベーションの意味は、 技術革新と訳されることが多いんですけれども、えー、近年社会、えー、ビジネスの世界では、えー、この技術革新という意味に加えて新規軸とか新しい活用法そして新たな価値観という意味に広げて使われています、えー、つまりイノベーションという言葉はこれまでの常識がガラッと変わるような社会を大きく動かす 技術革新や新たな価値観を提供するという意味で覚えておいてください。そしてもう一つの用語、生態系サービスです。これは国連が2001年から4年間にわたって世界初の総合的な地球規模の生態系評価をしたんですけれども、その時に注目された用語です。生態系から人類が得る恵みと訳されています。 生態系から人類が得ることの恵みなんて、とても大切な、大事そうな用語、言葉だと思いませんかただ、とってもちょっともやっとして、なんか具体的にはわからない、見えない感じもします。そこで、ここに示しているように、供給サービス、調整サービス、文化的サービス、基盤サービスと、このような機能に分けて整理されていることが多いです。 このように示すと、えー、分かったかなと思うんですけども生態系サービスというのは今注目されている SDGs の17の目標に直接的にも間接的にも関係しているっていうことが分かりますそんな意味でもとても重要な用語ですのでぜひ覚えておきましょうさて今日、えー、私のお話は この生態系サービスという大事そうなんだけれども、ちょっともやっとしてまだはっきりとわからないこと、これをですね、見える化するとイノベーションが起こるのではないか、えー、という内容になります。さて皆さんは生態系というと、どのようなイメージを持っていますか、えー、私はですね、普段、えー、北海道の網走、えー、世界自然遺産の 知床のお膝元でで生活しているんですけれどもこの写真はちょうど、えー、去年かな、えー、研究室の学生と、えー、知床の森の中を歩いた時の写真なんですけれどもちょうどこの知床峠に行った時にですねわ、えー、かりますかちょうど真ん中あたりなんですけれどもちょっとズームしてみますねここですはい はい。こんなように、えー、ヒグマにですね、遭遇したんですね。まあ、遭遇といってもかなりアップでね、映しているんで、かなり遠いところにね、いたんで、まあ、もちろん安全なんですけれども、このように、あの、野生動物がね、知、え、床、ー、には生息しているわけです、えー。自然がね、豊か、生態系が豊かだから、野生動物が生息できている。というふうに考えられます。まあ、そういうことで、 まあ、その生態系とか自然というのは大切だと。価値がある。守っていこう。そういう話になっていくんですけれども。まあ、しかしですね。その価値がある。大事だ。で、どれくらい大事なのか。どれくらい価値があるのか。っていうことについては、ちょっとよくわからないんじゃないかなと思います。まあ、例えば、そうですね。 えっとまあ、今僕がね、こう時計をしてますけれども、えー、この腕時計、100万円とか200万円もするような時計であれば、まあ、もちろんこの時計はそんなに高くはないんですけれども、まあ、もしね、えー、非常に高額だと価値がある。えー、なので、大切にしよう。傷がつかないようにしよう。まあ、そういうような気持ちになるんじゃないかなと思うんですよね。 でもちろんその正確にはその価値と価格っていうのは必ずしも一致するとは限らないんですけれども、まあ、イメージとしてはあの理解できるんじゃないかなって思いますでしかしですね生態系とか環境っていうのはどうでしょうか、えー、お店では売っていませんよねということは値段がついていないだから大切なもの重要だっていうふうに思ってたとしても、えー、その大切さがまあ なかなか理解できないということが考えられます。そのため、経済学という学問アプローチで、この見えない価値、環境や生態系の価値を見える化してみこうと、そういう話になってくるわけです。では、どのように見える化をするか。それにはですね、経済学では外部性という概念がポイントになります。 高校でも現代社会とか政治経済の授業でこの用語が取り上げられることもあると思うので、もう知っているよっていう人もいるかもしれません。外部性とは、ある人や企業の行動が市場メカニズムとは関係なく、別の人や企業の満足度や理解に影響を与えるということなんですけれども、まあ、いい方、まあ、つまり増加させる方ですよね。これは外部経済。 反対に低下させる方は外部不経済と言っていますで。この考え方を使ってですね、今示しているような方法を使って見える化をしていきますで。今日はですね、この中の仮想評価法を使った見える化の研究事例を紹介したいなと思います。 もちろんあります。えー、学問というか、えー、この研究を進める上で欠かせないものが、えー、と調査です。えー、まあ、いつもですね、予想通りの結果が得られるというわけではないんですよね。あの自分があの思っても見なかったようなことをですね、あのアンケートの回答で得ることが、えー、本当に多いんですね。 そういう意味ではすごく勉強になります。えっと、そた意味ではすごくワクワクする研究だと言えると思います。何を対象に見える顔したのか。え、それはこの動物です。え、ゴマフアザラシですね。皆さんのイメージはアザラシといえばこのゴマフアザラシかなと思うんですけれども、えー、まあ残念ながらというか、 今日は、今回はですね、こちらのアザラシ。えー、皆さんご存知でしょうかゼニガタアザラシというアザラシですね、えー。ちょうどこの模様がですね、穴の開いた、えー、お金の感じがするということから来ている、えー、名前なんですけれども、えー、この、えーごえー、っと、ゼニガタアザラシですね。ゼニガタアザラシ、えー。これはですね、北海道にちょうどえりも町というね、町があって、えりも岬に この矢印でついているね、場所がエリミサ岬なんですけれども、このエリミサ岬のところと、それから、えクシロとかネムロ、この同等の方にデニガタアザラシは生息しています。一時はですね、乱獲などで激減してしまって、レッドリストの絶滅危惧種に指定されたんですけれども、その後個体数が回復して、北海道全体でも えー、先頭ほど上陸するようになっています。しかしですね、この個体数が、えー、回復したことにより、漁業被害が深刻化しています。えっと、これ魚の写真、鮭の写真なんですけれども、ちょっとわかりづらいんでちょっとアップしますね。はい。えー、こんな感じでですね、鮭が 食いちぎられている写真なんですけれども、ちょうどそのアザラシがですね、そのサを取る網の中にこう入り込んで、網の中にいるサを食べるんですよね。で、全部食べちゃえばいいんですけど、こうやってちょっとずつ、まあ、食べるということで、まあ、こうなってしまうと、もうそこのサには商品価値はないわけです。つまり、まあ、漁師さんにとってはアザラシっていうのは害獣なんですね。ですから、まあ、駆除されてしまうアザラシも出てきています。 まあしかしまだ新しい自体は純絶滅危惧種なのでむやみには駆除できない。でもサケは守らなければいけない。まあこういう状況なんですね。まあ、なんとかその網の改良なども進んでいて、まあ、一時期に比べれば被害額は減少していってるんですけれどもサケの,の漁獲量自体も,も激減してるんですよね。 なので、あの、鮭は取れない。でも、アザラシには、まあ、未だ食べられるということで、えー、漁師さんの生活には、まあ、まだまだダメージがあるということになるわけです。しかし、その一方で、アザラシというのは観光でも活用されています。たくさんアザラシがいるということで、アザラシウォッチングツアーに出かけませんかっていうのを、 え、企画されたりもしているわけですね。そこでですね、あの、2019年から2021年にかけて、私のいるキャンパスでのですね、あの、アザラシを、の生態を研究している先生などと一緒に、このような研究プロジェクトを進めていました。 先ほどお見せしたように、アザラシというのは特に漁業被害を発生させている外獣というふうにも考えられていて、漁業被害を軽減する対策は取られているわけです。しかし一方では観光資源としての活用もされているということです。で、またこの研究プロジェクトの研究成果として、アザラシは その人間の活動にとっても様々な良い面があるっていうことが分かってきています。例えばアザラシがたくさん生息している場所では昆布が多く生えている、えー。きっとですね、アザラシの糞尿が昆布の再生反応に影響しているんじゃないかっていうことが分かってきています。で、これはアザラシの生態系サービスとして整理することができます。 他にも駆除されてしまったアザラシの有効活用ということで、油だったりとか、もしくは肥料化をすすというような活用についても考えることができます。そこで、アザラシから生態系サービスを受け取る量を増やすということで、アザラシと地域社会の共生を進める取り組みに対しての価値、この価値を見える化するという研究に取り組みました。 先ほど説明した仮想評価法という方法を用いていますで、これはアンケート調査から多くの人々の間で価値観が共有される貨幣つまり金額によって評価する方法で自然環境の持つ価値評価をするときによく利用されている方法ですアンケート調査ではインターネットによるウェブアンケートで行いました 調査範囲は全国でで20 70 1000歳歳から70歳まま約 1, 人の回答を得ましたこの調査では前のページで示したようなアザラシの生態系サービスを生かす取り組み言い換えてアザラシの有効活用への取り組みをするためアザラシと地域が共生するための基金を作りますとそのような過程の話を設定して回答者に その基金に対して何円まで支払う位置があるかっていうことを回答してもらいます。今回は500円、1000円、3000円、そして7000円の4種類の金額をランダムに提示します。回答者ですけれども500円をもしね、提示された場合には回答者は支払うか支払わないかを選択します。でちなみに500円で え、払います。支払います。というふうに回答した場合は、次に1000円支払いますか支払いませんかを確認します。逆に500円に対して支払わないと回答した場合には、次には100円を提示して支払うか支払わないかを確認します。このように2回金額を提示し、回答者の支払い意思を確認していくという方法です。分析の結果ですけれども、 えー、基金へ支払っても良いと、えー、考えている人の平均金額が出てきます。えー、一世帯あたり年間2555円となりました。はい。で、これを仮に日本全体で評価したらどれくらいになるか。えー、おおよそですね、1400億円になります、えー。すごい大きなね、金額になるんじゃないかなと。 思うんですけれどもちなみに環境省でツシマヤの生息数を回復するための基金をまあ仮想としてね基金を作ってっていうことで経済的な価価値評価をした研究がありますその研究成果では平均2,800円日本全体では1,450億円と、まあ、今回と同じ程度のね規模の金額が算定されています。 でこのような分析ですけれども、ただ金額を算出するだけではないんですね。分析の結果、過去に環境保全への基金へ募金したことがある人だったりとか、新しいのウォッチングツアーがあったら参加してもいいよ、参加したいよ、っていうふうに考えている人ほど支払い意思額に影響するっていうことが分かりました。また、ここに示しているように、 アザラシによる漁業被害が起こっているっていうことを知っている人は知らない人に比べて支払い資格が高くなるというようなこともわかりましたえ。つまり本当に基金を作ったらそのような人が募金をしてくれるのか、またどのような情報を周知したら募金をしてくれる人を増やすことができるか、そのためのヒントを与えてくれるんですね。 それではまとめです。生態系サービス。今回はアザラシという野生動物の生態系サービスの見える化の研究事例を紹介しました。一般的には生態系サービスは売られていないわけです。ですから価値があるということはわかるんですけれども、どれくらいかっていうことについてはなかなか理解ができないということです。 それを今回紹介したような方法で見える化すれば価値の理解につながると思いませんか特にこれからの時代は人間活動と環境とか生態系との共生が注目されています。価値の見える化をすることで生態系を失ってしまうリスクを理解する保全への関心が深まることが期待されます。また価値があるということが分かれば 価値を生かしたビジネスを新たに作っていくとか、自分と生活している地域を見直したり、地域活性化や個性豊かな地域形成につながることも期待されます。どうでしょうまさにイノベーションになると思いませんか人間も環境もハッピーになる素敵な研究だと私は考えています。 今日はですね、アザラシを対象にした研究を紹介したんですけれども、今年、今現在はですね、北海道の自然資源、景観など観光資源を、えー、対象に研究をしています。えー、環境保全や資源資源を生かした地域ビジネスの創造、環境共生型の観光の推進など、北海道のオホーツクの自然体験学習とフィールド調査をして、えー、環境共生のマネジメントを研究しています。 ぜひ一緒にイノベーションに向かって研究をしませんか以上で講義を終わります、うん、この学問に限らず、えー、研究するとか研究者っていうのはコツコツ取り組む、うん、作業するということを厭わないことが大切かなと思っています、えー、講義では分析結果はこうですと 簡単にですね求めたかのように示しているんですけれどもそこにたどり着くにはとても時間がかかったたりり試行錯誤ししと結構苦労していますうまくいかなくても悲観して立ち止まったりせずにめげずに取り組むとそういう意味では研究者には気力と体力が必要になるかもしれませんね。